皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はあんまり育てている人は少ないかもわからないけれども、秋のズッキーニですね。秋ズッキーニの垂直栽培、冬まで収穫するコツっていうのもありますので、ちょっとご覧くださいませ。ということで、真夏にですね、秋に収穫しようということでズッキーニの苗をね、植えました。支柱を立てて垂直栽培するわけですね。これから炎天下を迎えるので、これは枯れてしまうかも分かりませんが、まあ残った苗を植えとこうということで、落花生も一株だけちょっと植えてみました。これはもう遅すぎるかもしれないですね。はい、でもとりあえず、どこまでできるか、できるとこまでやってみたいと思います。ズッキーニは育ちますよ、秋ズッキーニはね。定食ここのカゴでもうこんなにね、ズッキーニらしい葉っぱが出てきましたよね。ズッキーニっぽくなってまいりました。垂直になるように支柱に縛り付けています。ズッキーニはね、すぐに横にね、寝っ転がりたがるので、こういうちっちゃい時期からですね、背筋をシャキッとこう伸ばして、垂直に縛り付けるわけです。8月1日、まあ、すぐ横になり痛がるズッキーニちゃんをですね、しっかり起こして、叩き起こして垂直に縛り付けておく。ぼちぼちね、花も、出かけております。やっぱり夏は早いですよね、成長がね。こんな感じで花も咲いてまいりました。酷暑にも負けず根っこがね、しっかりついてくれたようです。垂直にするとね、なぜかわからないですけどね、ウリハムシ、虫とかあんなね、病害虫が少ないです。不思議です。8月13日ですね。春植えと比べるとやっぱり実がちょっとちっちゃいかな。まあでもね、これぐらいで収穫しておかないとね、先の方からへにゃへにゃとこう腐ってきよるんでね。1週間に一度はこうやって縛り直してるような気がしますけれども、一度横になるとね、無理やり起こすと茎が折れるのでね、ちょっと横になりかけたら縛るということで、頻繁にね、縛っていかなければいけない、めんどくさいんですけれども、ということで8月24日何度か収穫はしました。でも、こうやってね、成長するたびに縛っていきます。今日はコツをちょっと一つね、紹介したいと思います。下葉の整理です。収穫が済んだ実の下の葉ですね。上の葉は緑色ですけど、下の葉はなんかね、白いところや黄色いところが多くなってきます。もうあまり光合成もしないので、伸びる、成長するエネルギーをですね、上の方に集中させようということで、オクラの葉切りに似てますね。オクラも切った実の下の葉っぱを切ったりするじゃないですか。あれに似てると思います。で、色が白くなって、なったり、黄色くもう枯れかかってんちゃうっていうような葉っぱは切っていきます。ズッキーニを長く収穫し続けるためには重要な作業、まあコツというわけですね。垂直に立てるとね、葉同士がね、絡まないので、下は切りが非常にスムーズにできます。これ寝てるとね、わしゃ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 葉っぱになってまうんでね。はい、すっきりさせると風通しの方も良くなってですね、実の先っぽが腐るっていうのもね、防げるんです。防げることはないけれども、だいぶマシになります。開花も活発になりますよ。これが収穫期間を伸ばすコツになるわけですね。はっきりをしてすっきりさせるっていうことですね。バシッといっちゃいましょう。じゃあね、こういう感じですね。この白いとこですね、これ切っていきますわ。もうすっきりさせるのがいいですね。だいぶすっきりしましたね。で、これで、収穫期も伸びるというわけですね。また横になりそうになってきたので、縛り上げていきます。これはね、どん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 上に、どこまで伸びるかちょっとね、楽しみですよ。ちょっとね、あまりにも実が小さいので人工授粉、します。雄花のね、花粉を筆で、ねちょねちょ採集して、
目花の方に塗りたくってやるぞ。はい、これでね、あの実はかなり大きくなります。これ実際ね、ほんと大きくなります。で、ズッキーニの花は朝しかね、パッとこう開かないので、朝早起きてね、あのやらなあかんのですよ、これ、ちょっとつらい。はい、で、背丈も伸びてくれているので、またあの下葉のね整理、これもきっちり忘れずにやっていきます。ほいで、またね成長点付近がねちょっと横になったらいいと思ってるんで、これももうしっかり支柱に縛りつけてですね、たくさん実をつけてくれよと期待して、管理しているわけです。どこまで背が伸びるのか、秋のズッキーニ垂直栽培ですよね。まあ最終的にどうなるか、まだね、機会があれば報告したいと思います。ということで、参考にしていただくことはできましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。